牛とかめっちゃ出そう。ジャカルタも好きですね。海外自体は行かれたことあります？あんまり行きたくない、はい、一番行きたい国とそんなに行きたくないなみたいな国をちょっと聞いてるんですけど、一番行きたい国ってどこですか？マルタ、マルタです。マルタ。マルタ。あ、綺麗なあの。あ、そうですそうです。島です。はい。どっかあります？韓国です。そう、ハマ流行ってますね。なんか一番なんか行きたくないなみたいな国ってあったりします？ケニアみたいな感じのとこも。はい、ああ、なるほど。なんか理由とかあったりします？な虫とかめっちゃ出そう。まあ、虫が得意じゃないっていうか、はい、得意じゃないです、はい、なんかあります？一番行きたくないなみたいな思う国とかってあったりします？一緒です。虫が多そうな国っていうことですか？はい、ちょっとあんまり。そうですね。今一番行きたい国ってどちらですか？まあ、ちょっと難しいですね、はい、でもなんか平和なところってこの間情報ではアイスランドって出てましたけどね、はい、でもアイスランドは行ったことないので、はい、アイスランドが今一番行きたいって感じですか？うん、寒いから行きたくないですけどあ、それは行きたくない国ですか？うん、そうじゃなくて、はい、比較的行きたいのはやっぱり、はい、あのベト南ベトナムの方のあたりだったらいいかもしれないなと思ってます、はい、でも好きなところはジャカルタも好きですね、インドネシアの、はいはいはい、逆になんか行きたくないなみたいな思うところってあります？そりゃ紛争があったりとか、はい、なんかそういう悲しいですね。ミャンマーしかりだしね、はいはいはい、あとやっぱりあまり強制的にね、すごいところはね、はい、お隣近所でもいっぱいありますけどね、はい、そういう国が、はいはい、以上でいいですか？あ、なるほどですね、分かりました。すみません、長々とありがとうございます。ありがとうございます。今一番行きたい国とかってあったりします？行きたい国ね、はい、うん、イタリアかなんか。イタリア、うん、あ、なんかイタリアで何してみたいとかあります？いや別にね、あのテレビなんか見てるとね、はい、結構よくイタリア の, あの風景がね、あの結構出てくるんでね、行ってみたいなと思ってるうちに年取ったから海外自体は行かれたことあります？海外はね、行ってないんですよ。もう80過ぎてるんですけど、はい、ちょっとあんまり行きたくないなみたいな国とかってあったりします？台湾はね、親戚がいるんで、はいはいはい、まあ、行かなきゃなと思っているうちにまあそれは行きたい国ですね、うん、はい、行きたくない国っていうのはね、はい、中国あたりはね、はい、なんかちょっとあの広すぎてね、やっぱりそういうところはね、はい、敬遠するようなね。あ、うん、広すぎるからってことですか？そうね。あ、なるほどです、うん、一番行きたい国とかってあったりします？一番行きたい国、はい、アメリカじゃないですかね。やっぱり海外への憧れはアメリカとかからかなって感じはしますけど、はい、なんかアメリカのどこ 行ってみたいとかあります？どこだろうな、まあ、単純にロスとかやっぱいっぱい名前聞くとこじゃないですかね。あんまり行きたくないなみたいな国とかってあったりします？あんまり行きたくない、はい、北朝鮮じゃないですかね。あ、怖いっすね、はいはいはい、怖い、単純に怖い。